でえー、とそうなんですあのワンピースエモーションですけどもいやすごかった、うん、25周年アニメ25周年ということでもうなんか集大成どころかそれ用にいろんな書き下ろしがあったりとかいや良かったな本当に、うん、その主催者の変態性を感じましたねこだわりの。うん ああと俺んんんん知らなな佐々木久美さんあんなにワンピース好きなんだね裏でずっと話したけどめっちゃ好きだったねうん、めちゃめちゃあそうなんだっていうあときらめい好きだったしラッコのうんあれうれしかったないやガチ勢でしたね本当にせいやが来ないっていうねどういうことなんですかあれ せやが来なかったってい,ういやすごいですねでもうんやっぱアニメ特にこの多分今回のイベントで「エッグヘッドと和の国」をピックアップしたイベントだったんですけどやっぱこの皆さんもご存知この「エッグヘッド和の国」の作画がやばすぎると戦闘シーンとかが。っていうので要はえっと 1>, 1ページでこんだけのアニメーション描いてますみたいななが手にされるんですよすごいですやっぱそれはね一枚一枚が全く手抜いてなくてもう全部がグッズになってもいいぐらいクオリティ高かったですね一枚一枚がうんすごいですねほんとにあるんですよ,ですよアニメでしか描かれてない部分も多くて だからちょっともうアニメもやっぱ油断できないですよねそうそうあのギャラクシーインパクト打ったじゃないですか最新でガープはもうかっこよすぎていやすいやかっこよかったなマジでいやマジでアニメやばいっすよねいやすごい いやガープかっこいいいやガープが強いって嬉しいんだよなそう五老星どうなるか五老星全員が出てくるシーンマジで震えるだろうないやーそこで一番楽しみかも今楽しみだ五老星が。 あとイム様の声ねあで,もでも分かんないようにしてくるんじゃないですかかなりうんどっちとも取れるような、えっと、年齢も性別も分からないような感じにはしてきそうですよねまあそうですねジョイボーイもねにジョイボーイの声を気,、ね、気になるなあまあジョイボーイを今の サイズ感で巨人じゃないって言うか言わないかちょっと難しいとこですよね。まあ巨人まああれで見るとやっぱ巨人じゃなさそうですけど、いやそうなってくるとね巨人じゃないってことはイオン様のところにあったえっ、ー、と巨大な帽子は誰なものなのかっていうねことにはなるんですけども。ジョイボーイ右足がないように見えました。あどうだろう。いや楽しいっすやっぱ。うん <laughs> 僕も何回も読み直してるんでまあ要はジョイボーイがあとは眼帯つててるかどうかっつよねつうん、はい、だジョイボーイでつてるのかロックスでつけてるのかのもう2択しかないんでまあでもジョイボーイじゃないですかこの感じねいやでもここまで情報を出してきたってことはまあ ついにエルバフで回想1回入ってもおかしくないですよねここいらで、まあ、エ,ルバフエルバフについてはまず、まあ、まあ一番のメインどころはサウロとの再会だと思うんですけども、まあ、サウロがじゃあずっと何もしてなかったのかっつったらそうじゃなくてきっと何か新しい真相に近づいてるはずなんで、まあ、そこでね真実が一個。 明らかかにななるんじゃないですかあとイム様の姿がそろそろ出てきてもいいのかなと思うけどもなご老生の正体も、まあイム様はジョイボーイを知ってるんでやっぱり800年前から生きているでいいと思うんですよね。でえっとご老うは、えー、二課の情報がえっと二課を見てないんですよ五老生って。 要するにえあの初めて二課になった時に五郎星があの、えーえー「ゴムゴムのみ」別名別名は「えー、人人のみ厳重種、モデル二課一番ふざけた能力だと聞いているって言ってるんですよだから人から聞いてるから見てないんですよ実は五郎星って。そののは伝聞だったん、えー、んですかい、時言てるよ、だからあの ニカの姿を直接見ててないんですよ五老ってだから800年前からもし五老星が800年前に生きてるんだったらジョイボーイと会ってるはずだから戦ってるはずだからニカを見てるはずなんですけども、まあ、伝え聞いてるっていうニ課の能力をね状態だったんで、まあ、五老星はニカには会ってないジョイボーイのニカには会ってないっていうねだから多分もしかしたらかなり変わってるのかもしれないですよね。 うん、このご老生っていうのが。っていうか、まあ、そもそも不老になるタイミングが断で全員老人になってからなんだっていう話ですから,から不老になるんだったらいろんな年齢差があっていいと思うんですよ外見差があっていいと思うんですよだからあいつらはね年取ってるんですよね多分。でも死なないっていうねなかなか複雑な状況だと思うんだよな まあ、覇王色ででマリージョアまで戻されたのはどういういい仕組みだと思いますかこれも戻されたのか戻ったのかですよね問題は。まあ要するに覇王色っていうのはそのシャンクスが、あのー、緑竜にシャンクスが覇王色を暮らした時に木の姿から人の姿に戻ってるじゃないですか。だか覇王色っていうのは例えばゾーン系で変身してる姿を元の人の姿に戻せる力があるわけですよ。 だからえっともともと言われていた五老星っていうのはそもそもが妖怪でえ妖怪だったっていう考察ありましたけども、えっと、変身が解けて人に戻ってるんで人間だったでいいと思うんですよね実は、うん、そもそも。戻らなかったんじゃないですかサタン星は多分。まあその、まあ、要するに。 サタン星はやることがあるんでしょうねエッグヘッドでまだああサ,サタン星だけ本体が来たから戻らなかったんじゃないまあそれも結構あるよね、まあ、だとしたらすごい能力だけどね五郎星を疑似的に召喚して能力が解けて戻ったああ いや鳥のやつは、えっと、勝手に戻ったのかもしくは一定距離離れたから強制に戻ったかのどっちかだと思いますよねだからまあそうだねまあでもちょっと情報少なすぎるねまだまだうんでも一個言えるのは俺2かえっとルフィがここで ジョイボーイの覇王色を見たじゃないですかあれめっちゃ大事だと思うんですよ実はそのルフィって戦闘中めちゃめちゃ強い敵と戦った時によく過去のことを思い出して強くなっていくんですよあの時ああ言ってたなとかあの例えばそうだなシルバーズレイリーのあんなこと言ってた苦戦した時こそ あ,あれを言ってたなっつってそれを再現するとか竜王,竜王もそうじゃないですかだこれすっげーあの今後苦戦するシーンがあった時にこのシーンを思い出すと思うんですよねそのジョイボーイの覇王色を見たシーンを思い出してその覇王色を再現すると思うんだよなだからここでジョイボーイの覇王色を見たことは今後ルフィの本当のページの時のもう一個こうステップアップ すするるシーンにつながると思いますね多分間違いなくルフィはジョイボーイの覇気を再現できるレベルまで最終的にはなると思うんで多分今回の覇王色を感じたことによってそのシーンで回想としてあの時の覇王色を思い出してる。うん、ってなった時にえっと二課で倒せない相手っていうかまずワンピースの話そのもので言うとえー この覇気のみがすべてを凌駕するんですよだからルフィは二カで勝たないんですよ最後覇気で勝つんですよだからジョイボーイの覇気を使って最後敵を倒すと思うんですニカの能力が通用しない二カの自由な能力が通用しなくて最後は覇気で勝つと思いますまあそれが誰に相手にっていうことですって考えるとまあ黒ひげじゃないですか 僕はうんそう黒ひげに俺このもう敗北に近い形にはなると思うんだよな一回うん黒ひげは破棄使う描写ありますよ最一番最新だとあれかえー、っと「セラフィムのミホークに」にえー、っと 攻撃受てた時にこいつでかいっつって武装色使ってたかな確かそう太陽と闇で対になってるしまあ前も言ったけど闇闇の身の能力があんまり機能しないから二か特化の可能まあ闇闇にもう一個能力残されてるかまあもしくはすでにある 黒ひげの能力がルフィうん2課、うん、に対してまあでも2課は何が強いかって言われたら自由な戦い方っていう話だもんね難しいな、まあ、こうなってくると、まあ、要はジョイボーイがめちゃめちゃ強いというのが最新話で分かったじゃないですかだから こうなってくるとジョイボーイどうやって死んだんだがかなりこう肝になってくるよねージョイボーイが負けたのととある王国が消え去ったのは同じかもしれないよねまあそうなんですよもう五老生全員をもう あんなガチボコに行きそうなジョイボーイが誰に負けたんだっていうねジョイボーイが負けたとは誰も言ってないんだよなっていうか負けたじゃなくてまた勝敗がついてないんですよ実はねこの長い戦いっていうのが今もなお続いてるいるね五郎星側から見ても世界政府側から見てもうん。 負けてない,んじゃないかなまだそうなんかね勝敗が要は五老星もえっとあのシーン覚えてますかねあの「マザーフレームさえ手に入れば、えー、この長い戦いも終わりを迎える」って言ってるんですよだから戦いっていうのはまだ終わってないっていうでまあジョイボーイは死んだけども まだ決着はついいいててないですよねっていう,うん何か近いことはだから死なないっていうのはまあもちろん本人の肉体として死ぬことは死んだけども別の意味でそれぞれがやりたかったことが死んでないっていうまあ要は D が生きてれば D なのか D が生きてる以上死んでないってなるのかとか。だから D が生きてれば。 死んでないって解釈できるような何か仕掛けが残ってるんじゃないですかもしかしたらねだって D を根絶やしにしたいわけじゃないですかまず世界政府はってことはまあ D には全員死んでもらわないと困る理由があるんですよねで D が生きていることによって逆に言うと D が生きていることによって、えっと、ロジャーもジョイ・ボーイも 死死んでないやり死んでででななない、いいみたいなことなんですよね、要するにそこ掘っていったらなんか,分かりそうなな、気がしてくるな考えてみたらジョイボーイが望むものって何ですかっていうけど俺なんか一番分かってないのは白ひげが死に間際に黒ひげに対して「待ってるロジャーが待ってるのはお前じゃねえ」みたいなこと言うんですけどもでも。 なんかニュアンス的にはワンピースを見つけた人間に委ねてる感はあるんですよワンピースってて世界観としてねだから黒ひげがもしワンピースを見つけてそれによって世界を変えた場合それもまた一個の結論だからそれは認めざるを得ないんじゃないですかっていうことなんですよ。わかりますこれまあうんそうなんだよな。 これ何,何回もこの話するけどあの何回すんだったんでしとある王国っていうのはこれ,これやっぱ、ね、みんなごっちゃになっちゃう部分であるんですけどとある王国っていうのが科学を使った国なんですよ科学を使った側で世界今のある世界征服っていうのが科学を否定している側なんですよこれ結構逆に思われがちですけどあのここはまずはっきりしておかなきゃいけなくて。 で文明をこう根絶、ね、やしにしたわけじゃないですか世界政府が。でなおかつまあえっと、まあ、とある王国っていうのは科学を使っているし多分古代兵器を作った側の存在ですよね。だからこの古代兵器ってものを。 どう使う使かっってもので、えっと、思想が違ったって話なんですよ多分当時のとある王国にも黒ひげみたいな要はもう古代兵器を兵器として使おうとしている存在とジョイボーイみたいにこの便利なものとして使っていくという思想があった中で多分えっと兵器として使われてしまった たんすよね、その当時の黒ひげみたいなやつにそれがねこう全てもう厄介ごと事っていうか、うん、空白の100年のと。だから俺イム様側から始めた戦争じゃない可能性があると思うんですよねとある王国側の黒ひげみたいなやつが最初に兵器を使ってこの貴族たちを攻撃したとこから始まったんじゃないかなっていう気もしてるんだよな でイム様は、えっと兵器なんてものがあるから、科学なんてものがあるから世界が滅びるっていうことを知ってる人だと思うんですよね。だから俺は月っていうのが、一回古代兵器を使って、今のような、もう何もないような平地になってしまったわけじゃないですか。それをイム様見てんじゃないかなって思ったんですよね。結果、この青色の星に機械を持ち込むことをこう。 怖がっただかだイム様は科学が怖いんだと思うんですよね。でイム様は多分理想があるんですよこの星に対して。要は一旦この世界をまあ方針演技の最後じゃないですけどももう一旦この世界を海に沈めてでゼロにしたいと。で今の、えー、天竜人とその奴隷だけがまず生き残ります。そっから 新しい文明をこの月で起きた古代兵器を使った戦争みたいなことが起きないような未来を作りこの世界を作りたいだと思うんですよねイム様の思想はそうそうイム様はイム様の思想の平和があるんですよ黒黒ひげも黒ひげげもなりのの思想の平和があるだからそのこの人が正義この人が悪っていう善悪は そのな,いないっていうかそれはもうベガパンクも言ったじゃないですかこの善,悪はとは善悪の話はしないと言ってたんでだからこの人が悪者だからこの人をやつすれば平和な世界が訪れるみたいな世界の結論にはならないワンピースっていうのはねだからうんとでも方針演技っていうか火の鳥で一回世界が滅んでみたいな。 シーンがあったと思うんんですけども、まあ、それに近いんじゃないかななんか俺「火の鳥」のあれにすごい似てるようなストーリーだと思って,てるんですよね一回世界が戦争で滅んでで一人きりになったイム様というか、まあ、イム様が一から、まあ、不老になったわけじゃないですかそうそう手塚治虫の「火の鳥で」で火の鳥の血を飲んで不老不死になってしまったやつが戦争の後も生き残ってるで で一から生き物を作っていくっていう話があるんですけど、未来編の話ですね。それに近い話なんじゃないかなとは思ってるんですよね。だからイム様が神様っていうのは、まあ本当にその火の鳥のやつでもそうなんですけども、まあ、結局神様になってくるんですよ。その生き残ったやつはこの世界の創造主になるわけですけども、やっぱ別にそれはえっと三、うん、まあ読んでる。 可能性高いですけどもまあ別にまあ完全にそれが元ネタでっていうことにはならないですけども和田さんが悪者といえない人物をラスボスにしてる気がしないんですよねそうかな俺は逆にもう真っ向に悪いものが倒されて平和になりましたの方が考えられないなこんな超大作で。 こ,んなにこの善悪に対していろんな見方ができるようにしている作品だからうんまあそもそもイム様がラスボスとは限らないのはもちろんそうだね戦ううんラスボスはねクルヒで描いいてはいると思うんだよねでもっと言うと俺はイム様が C というのはラスボスが黒ひげだとしてえっとまあ整理するとねルフィと黒ひげっていうのは最初からこう対立構造で描かれてるじゃないですか真逆の思想を持ってるっていうそんな状態でで黒ひげっていうのは世界を取ろうとしてるわけですよだから世界って言ってるんだったら 多分世界を取るんですよねやつは黒ひげは黒ひげのしもう矛先は多分もう世界政府なんですよだから D というだ黒ひげも結局 D であると世界政府に対立する側であるとそこはルフィと一緒なんですよね、まあ、ルフィは別にそんなこと言ってないですけどもうまあ最終的にはそうなるだろうっていうことでだからまあなんてつうんだろう黒ひげっていうのは もう世界政府を許さない今のイム様の思想を真っ向から否定しているって存在だと思うんですね。でそんな黒ひげがあのじゃあイム様を倒してしまうと。それが本当に良かったことなのかどうかってなっていれば。 いいんじゃないのかなと思って僕はイム様は「絶対悪って存在に書かないと思うんですよね黒ひげ」と「ルフィ」が思想対立ってわざわざ書いてるってことは最初から意見は対立させているはずだからまあだからこれが正義でしょみたいな感じでルフィの「これが正義でした」みたいな。 形で終わるようには思えないです、ねでまあこれ、まあ、そのバディに関してはやっぱ海賊王になりそうですよね最終的にはまあねルフィにしそうはないですねもちろんルフィがやったことをいろんな人がいろんな解釈をするっていうのがこの「ワンピースですからね いやまあ何せよそうエルバフですよエルバフに火の傷の男がいるのかですよねまあでももういいんじゃないですかもうダメですかまだまだサウルじゃダメなんですかなかなかやっぱこう許されないですよね火の傷の男はサウルだって次エルバフっすね まあロキがいるんですよねまず、えっと、エルバァフにはずっと昔から名前が出てる、まあえっと、エルバァフの王子的なものになるのかなロキっていうものに出会うと思うんですけどもあとそうですあの宝珠アダムがあるっぽい可能性があるす可能性あるですよね。 うん、サウロが火の傷だとしたらなぜそれが噂になってきたちが知っていたんですかサウロが技ででかから出ててすするってあるっあんですかねいや別にあのサウロがあの噂を立てたわけじゃないですけどきが知った理由はシャンクスが言ったからなんでシャンクスがも、えっともとエルバフとつながりが、まあ、わざと言って言って言ってエルバフに行ってるんでつな、まあ、がりがあった可能性は高いですよね。 シャンクスが、えっと、エルバフにサウロがいることを知っている理由はいくらでもあると思うんでいやシャンクスはもエルバフ出てるでしょさすがにあでも、うん、まあ出てるね出てるうんまあでもえっと基本的には全員がその太陽の神信仰だからルフィの二課の姿を見て全員仲間につく可能性はあるんですよねだから今後の最終決戦において巨人族は ある種傘下に近い形でなる可能性もあるんですけどただまあもしかしたらこれシャンクスがすでにエルワフと仲良くなっててみたいなこともあり得るんですよね。いや別にサウロっていうか、まあ、ヒノキスの男が、えっと、4つ目のポーネグリフあるとは誰とも言ってないんで、まあ、情,報ある情報を持っているかですねうん。 あと30分しか違ないの嘘でしょあ,あシャンクス今頃バルトロメオを芝いてるああるかもねあいやマジな話あるかもななるほどあるかもなマジで そしたらシャンクスとルフィが戦う理由になるもんねそう俺シャンクスとルフィが戦う理由を作んなきゃいけないなって思ってたんですよねうんバリア効くのかなってことですよね <laughs> えー、いけるかなシャンクスの覇気いけるでもおでん防いでる おでんの攻撃を防いでいるからな、バリバリ。海賊とまさかにさ、あのルフィはしゅとなるのかな、確かにね。まあ、でも、傘下なんで、えっと。バルトロメオのことは守ると思いますよ。傘下ではないですけども、まあ、傘とは言ってないですけども。お互いが。ピンチになった時に助けるって言ってるんだから。今バルトロメオがシャンクスにボコされてたら、ルフィは助けに行かなきゃいけないんですよ。だから、俺、全然ありう、あるなと思うんでよね、今聞いて。 バリバリだけ覇気が効かないとも思えないし普通にシャンクス勝てそう,うんでもそれはもう正直さじ加減じゃないですか <laughs> <laughs> これはもううんさじ加減だと思うもう仕上げないけどこれは、うんまあ、今はそういう流れですよね覇気は身の,の能力を凌化するというかだから、ね、バリバリをでも防いでたからバリバリっていうのは覇気すらも防ぐかどうかはもうさじ加減できると思います マジ話それを上回るシャンクスの覇気でしたもういけるしもうそれはもうちょっとさじ加減ですねさすがにシャンクスだねそれはもういやバリバリがね覇気でもねレッドでバリバリね,ね終わってるんですよね解除させられてるんだよなもうバリバリって っていうのはもう問答無用で防ぐもんですってなったらよかったんだけどね赤髪が70社いない3から弱いっというのがどの程度ワンピースダッシュに影響あるんでしょううーんそうですね まあでもそもそもシャンクスがそろそろワンピース取りに行こうかって言ったのは本当に気分で急に取ろうと思ったわけじゃないはずなんですよじゃあなんでワンピースをこのタイミングで取りに行こうかってなったかって話じゃないですかまあだからうん2きっかけだと思うんだろうな俺はシャンクスはロードポーネング,グリフを集めてるけど古代文字解読はどうする 一応下手したらっすけどえっと小原から持ち出した本の資料すべて読めば古代文字を解読できるようになっている可能性もなくもないっすよねサウロが。うんサウロがね意外にもうこんぐらいのレベルで知識を得た可能性はあるんですよね。 まあサウロバカっぽいんですけどねまあシャンクス対黒ひげはありそうですねああ、それはありそう本当にありそうでそこで黒ひげ負けると思えないから「ワンピース」5年以内に終わらないとる、まあそれは当たり前ですよ終わ <laughs> ります、ね、そんそのワンチャン空白の100年の回想で1年使うからなで最終決戦も もっと使ううだろうしいやーっていうかエッグヘッドすごい贅沢に時間使ったよな考えてみたらでもまあここはもうかなりの多くの情報がネタバラシになったショーだからまあしょうがないけどねまあしょうがないねこれはしょうがないでももうレガパンクさ なんかこんなに大々的にさ自分の命をさトリガーにしてさ世界に発信するっていう大ごとなことしたのにさなんかもうずっとなんか濁しすぎじゃないあいつマジでなんか言いたいことちゃんともっとはっきり言えよっていうさなんかほ本当にムカついたんだけどなんか話聞いててあの演説。 本当にその、ね、世界なんとかしたいと思って配信してるあれっていう、うん、ごちゃ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 ごにゃごにゃごにゃさあさ。たくさあベガパングより鉄両人の方が活躍した。<laughs> 10分コーヒーは正直引きました <laughs> 確かにまあなあ演出上昇がないってわけでなそのね命をトリガーにして世界に配信しようっつうのにっていうのはあるよね <laughs> 最初の10分待つんじゃなくてビ <laughs> 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 本当だわマジそうだね 確かにそりゃそうだわああすごい現代の発想だねそれね現代人の <laughs> <laughs> いいですね確かに絶対リピートで流した方がいいなぁベガパンクすら気づかなかったこと大したもんですありがとうございます いや本当そうだよなだってベガパンクからしてみたらこれが配信流れたらそのベガパンクを心臓が止まったらトリガーになるってことはベガパンクを殺したやつがエックヘッド内にいることは想像してるわけじゃん。んってことはこの配信を止めようとしてくるやつもまた存在していることはこれを撮ってる時に知ってるはずだから、えっと、1秒ででも急いい配信しなくちゃいけななゃけかったはずなんだよだから最初の10分の間にそれに気づいて壊される可能性もあったと。 いうことを考えるとマジ最初の10分いらなかったよな <laughs> いや確かにリピートで流しちゃうよかった本当にまあズバリご老うの正体どう考察されますかズバリ来ましたねズバリ来てるかまあでもイム様から 能力を得てる存在な可能性はあるんだけどねそうだねまあそうだねでももともとこのちょっともういっかもういっかいや要はもともとサタンを呼び出す儀式っていうのはブルックが飛ばされた村であったんですよ。 それれは皆さん覚えてますかねあれ結構大事じゃないですかそれはそのブルクが飛ばされたあの町が一番謎でえっと魔法陣の中でえっと全員で儀式をしえっとサタンを呼び出そうとしたわけですあれってなんかギャグパートっぽかったけど今考えればサタン星が五ぼ星の中で呼び出されるのと全く同じなんですよそううん だから「召喚する」っていう文化が昔からあった可能性あるよねどっかでか悪魔を召喚できるのかもしれないですよねまあでもまあ、うん、ちょっとしっくりこないですねちょっと保留ですねあ,あそうそう、うん、あの「ワンピースの話をするってことが公式として、えー、やっていく ことに意義が生まれまれしたんでワンピースの話をするって行為がね公式で『ワンピースの仕事をもらってるっていうことは僕は『ワンピースの話をするってことは仕事に対して前向きに取り組んでいるっていうことですから今のもう立派な仕事だったわけです。ね <laughs> だからもううん認められた僕のこの行いは。はい公式です。 ビジネス考察、美 <laughs> ジコです僕は。すみません、もうやっぱこのモッチィ先生やドロピザさんとはちょっと、ちょっとすみません、ステージが変わってしまいました。本当すみません。公式考察者、公式の考察者でございます。やばいマウント取りやしちゃった。すみません。美 <laughs> ジコをやらしてもらってます。<laughs> 更新近い新近い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 すみません。 えー、それは知りません。えー、<laughs> 公式から情報をもらったことは一個もありません。最低。最低。<laughs> 確かに、のすけさんに並んだな、うん。そういうことになります。野田さんの際もらえば、実質ワンピックほしい。<laughs> ただまあもっと言うと俺「ワンピース公式チャンネルで考察してるからね考えてみたら <laughs> <laughs> そもそも考えてみたらそうだわ俺もともとそもそも公式で俺考察してるわあと番組でもしてるわ考えてみたらうんそもそも「ワンピースの番組でもしてたわうんただねこれまあ おそらくですけども、まあうん、まあどうとでも解釈してもらっても構わないんですけども僕多分ね小田先生に会ったことみんなに言わないと思いますうん会ったとしてもねうんそう申し訳ないうんそう言わないと思いますフェアじゃなくなるんでうんまあ仕事で会うんだったらまだ言いますけど。 じゃフェアじゃないんで、まあ、だから仕事であった時には話しますもちろん、うん、いや俺そういうマウント取らないんですよそのこっちの方が実際に話聞いたとかいう話はしたくないんですよね。僕はやってこういう考察をしている人間がその原作者と会った場合そのいじゃないですかっていう他と考察されている方とかもっていう。 まああっても何も聞かないですよね、うん。やっぱまあそんなつまらねえ冒険ならもうやめるっていうルフィの意見とね、一説がしているようです。あと8分か。久しぶりみんなで釣り回やります？じゃあラスト。<laughs> <laughs> みんなで釣り回で終わりますか？今日は。あ、うん。